皆さんこんにちは。今日はスマートバスターポータブルの使い方を説明させていただきます。スマートバスターポータブルとはこのような容器に入っております。そこでこの薬を量で結構です。だいたいマッチ棒の頭ぐらいの量で結構です。そこで これがその容器の実物でございます。そこでゴキブリの巣および通り道にこのようなマッチ棒大の薬をつけていきます。例えば扉、冷蔵庫の扉のパッキン、例えば食器棚の中ですね。ただしつけた場合は角につけますので、食器とまたは人の手に触れることはないようにすることができますので、その点は安全になっております。2番目ですが、ゴキブリが出た場合にはそれで1回行います。次は出た時に今度行うんですが、目安としては半年に1回でいいと思います。続けて3番目ですが、保存なんですが、保存は冷蔵庫に入れてもらいます。で、使う時には常温に戻してから使うとうまくすることができます。注意点としましては、子どもの手の届かないようなところに置いていただければ安全に使えると思います。以上ですので、一つよろしくお願いします。